皆様お元気でしょうか。ペルシアンと申します。今回はね、久しぶりにね、プロ野球カード動画です。 2020BBM ベースボールカードセカンドバージョンが出来上がりましたね。本当はね、あのジャイアンツのね、ね、トレーニングカードでは、あのプロ野球カードを紹介しようと思ったんですが、売り切れましたのでね、大変申し訳ございません。しかしね、また再開いたしますのでよろしくお願いします。それではね、早速ね、開けてみたいと思います。あ、その前にですね、まずこういうね、あのこういうね、こういう選手が揃ってますよってことをね、一応ね、あ、ざっと紹介しておきます。はい、これですね。今回もね、これね、20パック入ってるんですよ。で、私はね、いつもの通りね、ご覧の通りね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 このね、10パックをね、紹介したいと思います。で、この残りはね、あの後編の方にね、回りますので、よろしくお願いします。それでは早速ね、開けてみたいと思います。いきます。では、いきます。一袋目、開けたいと思います。千葉ロッテマリーンズの背番号15、美馬学投手ですね。で、あとはですね、オリックスバファローズ背番号67、中川圭太内野手でございます。で、オリックスバファローズ背番号29、田島大輝投手でございます。で、これですね、東北楽天ゴールデンイーグルスの岸孝之投手の、ね、カードでございます。で、こちらがですね、横浜 GNA ベイチャーズに佐野啓太内野手の、ね、ブレイクイングナオって書いてあるので、ちょっと英語わからないんですいません。で、クロスブロッサムが出ますね、背番号25、岡本和真内野手でございます。で、同じくクロスブロッサム阪神タイガースの糸原健人内野手でございます。で、中日ドラゴンズ背番号57、すいません、マルチネス、アリエルマルチネス星ですねでございます。外国人の星は珍しいですね。それでは2袋目いきたいと思います。で、福岡ソフトバンクホークス長谷川優也、外野手でございます。埼玉西武ライオンズ背番号7、金子裕二外野手でございます。で、ビッグアベレージですかね、ちょっともうごめんなさい、千葉ロッテマリーンズブランドン・レアード内野手でございます。元ファイターズですね。で、こちらがジャイアンツのチェックリストでございます。で、オリックスバファローズブランドン・ディクソン投手 の背番号32の銀箔サインカード付きですね。広島東洋カープ、背番号97、ヘモリロ・フランソワ投手でございます。で、中日ドラゴンズ背番号17、柳裕也投手でございます。で、東京ヤクルトスワローズ背番号23、青木宣親外野手でございます。以上でございます。続いてね、3袋目開けたいと思います。福岡ソフトバンクホークス背番号16、東浜直央投手でございます。オリックスバファローズ背番号46、鈴木翔太、翔平外野手でございます。背番号46。
で我が日本北海道日本ハムファイターズから近藤健介外野手背番号8で、東北楽天ゴールデンイーグルス背番号13森原康平投手でございます。でこちらがですね始球式でございますね。柳葉敏郎さんの始球式なんですが、ちょっとこれ限定のカードが出ましたね。普段はこれ銀なのかなって、これ初めて出るのでよくわかりませんが、これが100分の12でございます。で中日ドラゴンズ平田亮太、これは外野手ですね、背番号6で、広島東洋カープの、クロスブロッサムが出ました、背番号18森下正人投手でございます。で東京ヤクルトスワローズ背番号1山田哲人内野手でございます。はい、続いてね4袋目開けたいと思います。オリックスバファローズ背番号18山本由伸投手でございます。で埼玉西武ライオンズ背番号7金子裕二外野手でございます。で、これが福岡ソフトバンクホークス背番号31栗原良也星でございます。で背番号55村上宗隆内野手のカードでございます。ビッグなんとかでもてごめんなさい。でこちらがですね東京ヤクルトスワローズの背番号11奥川安信投手の、ブレイクなんていうかイングですよ、ブレイクイングって書いてますね、東京ヤクルトスワローズね。はい、読売ジャイアンツ背番号5中島博之内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号8大島洋平外野手でございます。広島東洋カープ背番号5長野久義外野手でございます。続いて5袋目開けたいと思います。福岡ソフトバンクホークス背番号6今宮健太内野手でございます。で背番号14、松田隆達志投手でございます。でクロスブロッサム背番号28川野隆成投手でございます。でこちらがですね始球式カードですね、広末涼子さんで背番1997年の時のカードでございますね。でこちらがですね背番号18山本由伸投手のカードでございます。背番号14大瀬良大地投手でございます、背番号14。東京ヤクルトスワローズ背番号29小川泰弘投手でございます。横浜 DeNA ベイスターズ背番号3梶谷隆之外野手でございます。以上でございます。続いてね、6袋目でしょうかね、開けたいと思います。北海道日本ハム背番号91高浜優斗内野手でございます。でクロスブロッサム東北楽天ゴールデンイーグルス背番号35島内広明外野手でございます。失礼いたしました。でこれが、千葉ロッテマリーンズ背番号16種市敦貴投手でございます。でこちらが埼玉西武ライオンズ背番号56にザック・ニール投手のカードでございます。北
海道日本ハム背番号24野村勇希内野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズ背番号33これが音隆とも外野手でございます。で阪神タイガース背番号49、こちらがですねジョー・ガンゲル投手でございます。でこちらがですね中日ドラゴンズ背番号5阿部俊樹内野手でございます。以上でございます。続いてですね、今どれが 1,2,3,4,5,6 ですね。で7袋目開けたいと思います。埼玉西武ライオンズ背番号6、源田壮亮内野手でございます。北海道日本ハム背番号19金子千尋投手です。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号1松井裕樹投手でございます。でこちらが福岡ソフトバンクホークスのチェックリストでございます。はい、こちらね。で広島東洋カープ背番号55松山隆平外野手のカードでございます。こちら東京ヤクルトスワローズ、背番号25ガブリエル・イノーア投手のカードでございます。中日ドラゴン、あ、違う、失礼しました、背番号51宮崎敏郎内野手でございます。横浜 GMA ベイスターズですね。でクロスブロッサムですね、背番号7糸井嘉男内野手でございます。はい、続いてね、8袋目開けたいと思います。で福岡ソフトバンクホークス背番号5松田信弘内野手でございます。で北海道日本ハム背番号6中田翔内野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号33銀次内野手でございます。でこれがなんとメモリア地球式カードですね。これが2008年の時の愛部作さんが時の始球式ですね。でチームカラーですね。これは埼玉西武ライオンズ背番号1、栗山巧選手のカードでございます。東京ヤクルトスワローズ背番号90長谷川弘樹投手でございます。東京ヤクルトスワローズね。はい、横浜 DeNA ベイスターズ、ホセ・ロペス内野手でございます。で阪神タイガース背番号、41ジャスティン・ボーは内野手でございます。続いてね9袋目開けたいと思います。背番号18千葉ロッテマリーンズ、これが滝浩太投手でございます。オリックスバファローズ背番号19山岡大輔投手でございます。クロスブロッサムですね、背番号21和田剛投手でございます。でこれは東京ヤクルトスワローズ背番号19石川、正則投手のカードでございます。北海道日本ハムファイターズ背番号6中田翔内野手のカードでございます。読売ジャイアンツ背番号2楊大観外野手のカードでございます。元ファイターズです。阪神タイガース背番号3大山雄介内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号66ビシエド内野手でございます。
で続いてね、ラスト前半戦ラストの10袋目開けたいと思います。これが東北楽天ゴールデンイーグルス背番号69、ジャバリー・ブラッシュ外野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号33、銀次が内野手でございます。こちらが、千葉ロッテマリーンズ背番号22、田村達弘投手でございます。でこれが、広島東洋カープ鈴木誠也、選手のカードでございまして、でこちらがですね、読売ダイヤーズ三節投手の、銀箔サインカード付きでございます。で東京ヤクルトスワローズ背番号90、長谷川博己投手でございます。でクロスブロッサム背番号33、糸原健人内野手です。でラストは、こちらが読売ダイヤーズ背番号20、ね、エンジェルサンチャンチェス投手のカードとなっております。以上でございます、ね、まだね、直筆サインカードはね出ることはできなかったんですが、その代わりですねちょっと貴重なね2016年の時の始球式のね柳葉敏郎さんのね限定のね、カードが出ました。この調子でね後半戦もね後半もねどんどんねいいカードが出るようにね、やっていきたいといきますのでね、後半もぜひよろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。